早朝より高尾山へご来山いただきまして誠にありがとうございます。これより高低差で271m の約6分かけて登り、標高472m 進行まで終点高尾山へ行って案内いたします。また途中、志望同士のため、やむを得ず急停止する場合がございますので、十分ご注意ください。また高尾山には約1500種類の植物と約5000種類の植物が生息しているといわれております。この豊かな自然を守るためゴミの持ち帰り運動を行っています。だって田口とか子供でさ、汚いようなゴミ箱を設置しておりませんので、あらかじめご了承ください。皆様のご理解ご協力をお願いいたします。ケーブルカーは中間地点を通過いたします。反対側の車両のもみし号とこちら側の車両青葉号が接しています。ちょっとあそこから傾斜が強いんだよね。え、ほらあの角度、終点高尾駅より15分ほど歩かれますと、天狗で車掌をしている高尾山夜行を移動しています。こちらは信号集、地図などの大本山で成田山川崎大師並み関東三大本山の一つとなっております。今から約1300年前に行儀菩薩により開山された軌道なので、大変歴史のある、いつもさ座ってるからさ立たないじゃん、ね、キブーカーで標高だけど傾斜がすごいね。高尾山山頂に到着をしすごいね。ただいま戸場どころ辰巳辰巳売店につきましては、ただいま改修工事のため休業となっております。天狗駅天狗駅につきましては、場所を移しまして特別店舗にて営業を行います。改修工事へのご理解ご協力をお願いいたします。勾配が急になってまいりました。ただいま通過しておりますこの角度が32度18分で、ケーブルカーといたしましたが日本一の急勾配でございます。ありがとうございました。終点高尾山に到着です。
出口は進行方向左側のドアが開きます。また停車の際車両がいますので、止まるまではそのままでお待ちください。手土産グランプリで最優秀賞を受賞しました。
この他にも甘くてしっとり可愛らしいパンケーキと高尾山バウムクーヘンや黒ごまをふんだんに使用したあでも駅前の数を取り揃えてございます。ぜひお立ち寄りください。またお越しをお待ちしております。ありがとうございました。